ちは、片岡です。最後の記事になりますが、最後に紹介させていただく VTuber はぼっちぼろまるさんという方です。ぼっちぼろまるさんは元は VTuber ではなく、自身が作詞作曲をした楽曲を編集動画として編集しアップロードしていた方です。もともと、その自身のイメージキャラクターのゆるキャラっぽい変わったキャラクターと、その隠れた非常にうまい楽曲が、じわじわと話題になり、人気を獲得していった方でしたが、2018年2月に VTuber とデビューして、そのファン層をさらに広げ、現在、今後もどんどん人気が上がっていくと思われている VTuber の方です。VTuber としてだけではなく、普通に音楽家としての、人気も上がっているところだと思うので、ぜひとも今のうちにチェックしてみてください。最後までのご視聴ありがとうございました。これで、私の記事作成は終わりになります。ご視聴ありがとうございました。